今回は Win2K の基本的な扱い方、ノンスピの計算から行っていきます。まず、コマンド入力ができるターミナルを開いて、W2Web Enter とします。そうすると、最後の部分に URL が出てきますので、こちらをコピーして、Firefox を開いたら、そちらをコピー&ペーストしていきます。そうするとこのように Win2K の画面が表示されます。今回は例としてチタンカーバイトを計算してみます。まずこちらの Creative New Session のところにチタンカーバイトと入力して、Create のボタンを押します。ごめんなさい。もうこれ一回作ってあるので、別のお名前にしますね。で、今回テストにしてみます。そしたら、次の、この場面に進んできたら、Create Change のボタンを押します。そうすると、セッション、先ほど入力したファイルが作られます。これを確認したら、セレクト、ここにある、セレクトカレントディレクトリーというボタンを押します。その次にこちらのボタンを押します。これで、チタンカーバイト用の入力ファイル、ディレクトリーができています。その場所はこちらの方にアドレスが書かれています。ではまず入力ファイルから作ってみましょう。まず最初にやるのはこちら左側にあるストラクト、ジェンと書いてあるものです。こちらをまずポチッと押します。で、単位方に原子が何個あるかっていうのをこちらに入力します。こちらは後から修正することもできます。2物などを見て、規約表現の中での原子の数を調べて、こちらに入力していただければいいです。今回は、チタンカーバイトで単位方の中に2つ指定すれば十分ですので、2を押します。2にして、Create Template のボタンを押します。で、まあ、最初にこちらにタイトルです。これタイトルはこのままでも構いません。で次にチタンカーバイドの空間群ですが、こちらは225ということがすでに分かっていますので、225を選択します。そして、次にラティスパラメータを入力します。こちらは 4.328 ということが分かっていますので、このように入力します。で次に、同じ値を入れてもいいんですが、こちらの場合は非常に賢くて、同じ A、軸と同じですよというふうに指定することもできます。次に、原子と原子場の座標を入力していきます。最初にまずチタンが入って、次に炭素が入りますけど、炭素は XYZ の部分が、0.5 の部分にありますので、こちら。そして Y は入力するのがめんどくさければ、X と同じなので X、Z も X と同じなので X と入力するわけです。で、お気づきの方もいると思うんですけども、Z は、0.0 が入ってますね。このままにしておくと、自動的にこちらで入力した原子番号に対応した値が入力されるようになっています。では、以上を入力し終わったら、セーブストラクチャーのボタンを押します。で、この後に押すのは、このセット、オートマチカリ RMT というボタンを押します。で、こちらで選択する場面がありますけれども、ニューと、オールドスキームですが、ニューは結構計算が早く収束終わりますけれども、オールドスキームは、収束の終わるまでの計算が終わるまでのスピードが遅いですけども安定に動きますのでこちらにします。そして Do It ボタンを押します。そうすると Z 番号が自動的に入力されて、そして RMT というのが自動的に決められます、入力されます。でこれを確認して問題なければ Save Structure のボタンを押します。そして Save File and Clean Up のボタンを押します。でこのようにして、次の、結晶構造を見るための入力ファイルが作られます。では結晶構造はどんなものか見てみましょう。左側にある、View Structure というボタンを押しますと X クリステンが起動して結晶構造を見ることができるようになります。こちらで、ディスプレイのボタンを押して
アトミックシンボルのボタンを押しますと、どこに原子があるのかが分かるようになります。これを見て問題がないかどうか必ずチェックしてください。終わったら、Exit でもいいですし、この×ボタン、こちらの Exit でもいいですし、こちらの×ボタンでもいいですね、閉じてください。で、次に入力、結晶構造を入力しましたから、Win 続けが計算しやすいような入力ファイルを作っていきます。左側にある、Initialize Calc というボタンを押してください。そして、基本的にはこちらの、ちょっと待ってくださいね。基本的には、この色のついた部分を順番に押していけばよいことになります。今から例を見せていきます。これは特に気にすることなくこのままエグゼキュートを押してください。そしてこちらを押していきます。こちらも押します。そしてこちらの色のついた、イニシャル LAPW ボタンを押します。で、次こちらこうというこのような感じでどんどんと押していきます。で、こちらに Yes, No というボタンがありますけども、これは、通常 No でいいです。そしてまた次に順番にこのように押していきます。非常に簡単ですね。このようにどんどんと押していきます。で、経点のところまで来たら、この場面に来ましたら、ここの値を1000と入力します。これは経点の数です。経点の数は、格子定数がどんどん大きいほどどんどん小さい値にしていけばいいですけども、このような、チタンカーバイトのような4オングストロー、格子定数が4オングストロームのようなものは、だいたい1000を入力すればいいです。そしたら、エグゼキュート。そして、このイニシャル LAPW。そして、また順番にボタンを押していきます。そして、ここで、スピンのアップとダウンを分けて計算しますかという場面が出てきます。スピンアップダウンを計算、分けて計算する場合には、Yes を入れるんですけども、ここではノンスピンの計算を例として示していますので No をします。で、以上終わったら、Continue with Run SCF のボタンを押します。そして、計算を走らせるんですけども、計算を走らせるのは非常に簡単で、この後は Start SCF サイクルのボタンを押せば自動的に計算が始まります。この後、計算がどのような状態になっているかを見るためには、Utilize のボタンを押して、Show Day File のボタンを押します。そうしますと、今、計算がどこまで進んでいるかが表示されます。Reload in、Reverse Order のボタンを押しますと、どうなっているかが表示されます。チタンカーバイの場合は非常に、綺麗な結晶構造をしてますので、計算も早く終わって、もうすでに終わっています。これで SCF の計算が終わりになります。次に状態密度を見てみましょう。状態密度を見るためにはタスクスのボタンを押してドスのボタンを押します。そして上から順番にボタンを押していくことになるんですけれども、この灰色の部分は特に濃い灰色の部分は押す必要がありません。ではまず例を見せていきます。このように順番に押していって、そしてここを飛ばして次ここに行くんですけども、こちらよりもこちらの右側の方がいいので、こちらをまず押します。そしてどの軌道を表示するかを指定します。タイトルはあまり気にする必要はありませんし、2行目の部分も表示範囲を指定する、表示のエネルギー範囲を指定するものですから、あまり気にする必要はありません。そして3行目からが重要になります。この一番最初の数値の部分はいくつ軌道を表示するかになります。例えば、3つ軌道を表示したければ、ここに3とします。そして次の行からどのような軌道を表示するかが決まってきます。例えばこちらは 0ですとトータルのものを表示することになります。そして次に1番ですと、こちらにあるように、1番はチタンですから1番で、なおかつこちらに1と書いてあるのは、まずトータルが表示されるという意味になります。なので、ここはコメント書くとすると、このようになります。次に、じゃあ次に炭素について見てみましょう。
炭素について例えば S 軌道を見たければトータルが1番で S 軌道が2番ですから2番とします。そしてコメントを書くとすればこのようになります。これが良ければ、これで良ければセーブをします。そしてコンティニューウィズトス、そして X テトラ、ごめんなさい、ちょっとやってるんで、そしてプロットボタンを押すと画面がドスの画面が得ることができます。